100日で200グラムを理解するシーズン2。タイプ2の特集をしてきましたが、今回はその復習です。シーズン1と合わせてこれまでご紹介した有名人の方々です。いかがでしょうか？タイプ2のオーラ感じ取れていただけましたでしょうか？ウィングを考慮してこれを並べ替えてみるとこんな感じになります。ウィング1に行くと、まあストイックさがちょっと目立つようになって、ウィング3に行くとまたスター性目立つような感じがこう表に出てきます。この感じでもう本当にみんなタイプ2なんですけども、やっぱりちょっとウィングによってその感じがちょっと変わってくると。今回もこのエニアグラムでわかる9つの性格という本のプロフィール、そのタイプ2のプロフィールを復習してみたいと思います。タイプ2とは助ける人、フレンドリーで親切で、本には書いてないんですけども庶民的っていう言葉は、まあ気取らないっていう感じがまあよく出てますね。いかがでしょうか？もうその通りだと思います。で、人生に大事なものは人間関係とかつながりとかその思いやり。なるほど、確かにその通りですよね。で、自分のことよりも相手に関心が行きがちで、相手が必要なものを提供して励ますと。もうなんかその通りな感じだと思います。で、相手が喜ぶことが自分の喜びであると。もういかがでしょうか？タイプ2の方々の特性をよく言い表していると思います。で、まあ、そのオーラを一言で言うと、大渕さんの時に言いましたけども、独特の優しさが漂う。これ本当名言だと思うんですけども、これ、元事務次官の、外務事務次官の方ですね、が書かれたコラムに書かれたんですけども、本当に名言だと思います。この独特の優しさが漂う。まあ、一言で言うと、ほんわかって感じなんですよね。で、ほんわかっていうと、まあ、タイプ9の癒し系を思い浮かべると思うんですけども、それとの違いはですね、タイプ2は能動的なんです、やっぱり。で、タイプ2というのは自ら動いて周りを快適にすると。いかがでしょう、この感じ。その人懐っこい、こう人と関わってその周りをまあ快適にするっていう、穏やかにするっていう感じなんですよね。で、まあそれが悪い状態になると、まあおせっかいという、相手のことを考え見ずこう世話を焼いておせっかいという感じになっちゃいます。これはまあ教科書によく書かれている通りです。で、今回、タイプ2の3つの特徴を、特にピックアップして考えたいと思います。1つ目は頑固っていうことですね。この頑固っていうのは、まあ、私だけが言ってるんですけど、まあ、教科書を考えると、まあ、よく、まあ、現れてるっていう、うちに秘めてるっていうんですけど、まあ、頑固ですよね。で、頑固三兄弟で私が呼んでるんですけども、9、1にはこれ頑固なんですよね。でも、特に2がびっくりするっていうのは、そのこのほんわかな雰囲気とのこのギャップがすごいあるんですよ。だから9と1とはちょっと比べ物にならない、この顕著に見えるほんわかとこの頑固、これの対比がですね、すごくびっくりしちゃうんですよね、周りは。で、まあ別の言葉を使うと、この威張らない態度、すごい2は威張らないんですよね。威張らない態度と、その頑固とか我が強いとか、内に秘めたプライドっていうのがあって、それが見えた時に、そのなんかこれのこのギャップが激しくて、みんな戸惑う。これ一つの特徴ですね。で、二つ目はノットセクシャルっていう特徴ですね。まあ性的なそのアピールとか、そういう恋の駆け引きとか、そういうのを表に出さないんですよね。で、まあ、教科書を読むとタイプ2は自己抑制的って書かれて、まあ確かにその通りで、まあ、それから派生するっていうか性質なんですけども、まあ、一人だけまあ例外があってですね、まあ、石田純一さんですよね。まあ、あと石田純一さんはまあこれからのまあ研究対象ですよね。で、3つ目がですね、まあ、変身癖っていうのがあって、これが9つの性格にだけ書かれてることで、確かにその通りだなと思ったんですよね。で、
鈴木秀子さん、確かにと自分ご自身でタイプ2だって言ってらっしゃると思ってたんですけど、さすがタイプ2のエニアグラマー、もうよくわかってるなと思って、特にこの伊集院光さんとサバンナの高橋さんとの回で紹介しました、この歌はやっぱり顕著ですよね。その教科書に書かれ、心の世界に書かれているところに、相手に認められない可能性のある自分の側面を隠すのが愛情、隠すのが愛情ですよ。もうこのまさにその通り、やっぱりタイプ2のこの心情がよく表れていると思います。でタイプ2の変身癖はですね、嘘がないということが特徴で、これタイプ3の特技も詳しくありますけど、ここは決定的な違いなんですよね。見せる側面、人格は違うだけであって、決して嘘ではないんですよ。ただ人によって見せる人格を変えてるだけなんですけど、これは面白いところですよね。いかがだったでしょうか。タイプ2の復習と題しまして今回やってきました。タイプ2、教科書通りの、オーラというか雰囲気を持っているので、判定はしやすいし、自分ご自身も判定はしやすいかなと思うんですけども、それ教科書によく読むと分かる、決して見えてこない側面もあったりして、なかなか興味深い回でした。